1ピーガーはバタゴラムレザル、2ピーガーは投げファースト。開幕は垂直ジャンプ、ハスティグジャンプース爆弾が当たっている。ここはダウン位置になっている。機関使って逆に逃げる、設置から立ち切りで返す。さて画面始めて追い詰めてバーストダストでガワしているが、2回目のダスト通らない。 2K の下段ガード、ドリルガード、あ、縛れカウンター、バスを合わせる、設置し直してジャンプ P で落としていく。体力リードはラムレザル、キャクションか、ドリキャン K ガード、タッチ P がカウンターして逃げていくが、追いかけるファウスト、ジャンパイスラーテイクダッシュを追い込んでいく。ドリキャンケ中断、トランポリンが出ている。花体力逆転、これは赤使って空港まで持っていく。まずは1本目投げファースト、ジャンプハイスラー、ジャンプハイスラー 2S2 杯で落としてジャンプ系を重ねて裏に回っている。エンスキャンから走っていく、キャン使って前に出てブラックホールで後ろに行く。爆弾をガード、体力リードはラムレザル、ジャンプ系がガンタしている。上ジャンプ D、テーダでつなぎ直す、落としていく、セットプレー持ち込んで下段取り返す。バタゴラムレザル最初ラウンド、ドリルから装填が当たる、ゴイングにバースト、ニエス2敗、ニエスから2敗サルカウンター、立ちハイサルと浮かしてバースト、結構痛えな。黒田が空港まで持っていく、走っていく、タッチピーからまずは落として設置し直して、また画面始まって追い戻すがノックバックでチビハウスに当たる。ジャンパイスラージャンプ P が強い、キャンしたジャンプ D、 走ってドリルスカシメッタ、バックスが押している、空中投げ追いつく、相打ち下段、設置し直してロッケ中段、ミスる、走って逃げて押さえていく、キンバースト、紫紫ドリルからキャン、設置が当たる。勝ったのはバタコラムレザル。あれはお前たちのスキン、食い散らかせ。では決勝戦になります。フィーノさんのベネメ、ダイスラーバタゴさんのラムレザルになります。本日のシングル大会決勝は 1P 側バタコラムレザル、 2P 側ヒーノベノム。お互い15段同士、ラムレザル、ベノム空中投げ、ディフェンスから6P6 回ジャンプ S、 バーストは青、転移で逆に逃げる、ジャンプ S ラが当たる、
ちょっとダウンオイツっぽかった。ジャンパイスラーからデッドアングル返してタッチフィーで押さえて 6P6 回低ダッシュサイガード Q5 固めてエンゲスを転移でかわす。投げれない。ジャンプハイスラーバスをタッチ系ジャンプハイスラーが当たらない。エース入っていくダッシュ。まずは1本目フィーノベノム開幕エースカウンター。画面端まで持っていくダウンを取ってセットプレー上りジャンプ系をガード。タッチ B で固めてエンゲスで返す。戻ってくる裏に回っているが中央に逃げるベノム。インエスを差し返すデッドアングル KS ハイスラー6ハイスラーカウンター。携帯スタイガードインエスで固めてカーカスライドが当たる。裏に回る相打ちからバーストを読むストラグル中断。スティンが黄色バーストは青エースカスで距離を詰めながら裏に回る設置をし直すラムレザル PK から上ジャンプ D バーストは青ジャンプ D 弾き残りドットカーカスライド。勝ったのはフィーノベノム。本日のシングル大会優勝はフィーノさんのベノムになります。おめでとうございます。規格外の力があろうと使い道を知らなければ盆栽と大差ない。はい、本日の優勝はフィーノさんのベノムになります。おめでとうございます。